回は北九州からお泊まりに来ている仲のいいスタンダードプードルのカイザーに会いに来ました。久しぶりに会うので楽しみです。最初にレイラがやってきました。しょっちゅう会って慣れているのか、レイラにあまりゴイゴイ行かないですね。タスキの方は行きたがっているけど、いつも邪魔するリオです。見てください、このタスキの顔うざがってます。そんなことお構いなしのリオです。仲良しのカイザーがやってきました。カイザー、悪魔を解き放つので一時の間我慢してね。固まってしまうカイザーです。アシュリーとグレンもやってきました。みんなハイテンションになりました。見ているだけで楽しくなります。でしょ、クールダウンしましょう。いつものごとく強制投入されるレイラです。あ、そっち行くの。今回は違う輩がお出迎えです。レイラだけいつも上がるのを邪魔されますけど、何かあるのかな、不思議です。この前お会いしたゴールデン9歳のタトくんがお泊まりに来ていました。テトくんと会ったらいつも見る姿です。今日も絶好調かな。気持ちよさそうですね。初めて来られるラブラドール8ヶ月のミントちゃんがやってきました。ちょっと激しいかもしれないけど、ミントちゃん頑張ってね。ほら
ラブラドールはすごいですね。初プールでもじゃんじゃん行きます。Hello.